皆さんこんにちは。タラメリー第156回日商簿記で定2級に関する回答速報会を開始します、えー、担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 はい、えー、じゃあね、えー、今回の第156回2級試験に関する、まあ、速報ということでございましてね、えー、お時間30分程度頂戴いたしましてね、まあ、今回の問題の状況を少しお話を、ね、させていただこうと思います、えー、まずは皆さん大変お疲れ様でございました、ねえー、今日ですね、まあ、いよいよというかやっとというか あー試験を受けることができましたという方々も多いと思うんだよねまあ、6月の段階でああいうことになってしまったんでね、えー、非常に悔しい思いをされた方々も多いとは思うんですがまあ、やっとね、えー、今回11月の試験の方はあ実施というところになりましたまあ、中にはねあのー、本当に受験したかったけど受験できなかったんだっていう方も おこの回答速報を聴講いただいてる方いらっしゃるかなというふうにも思うんですけどねまあどうしてもこういう状況でもございますんであのかなり受験者を絞ってしまったというところがありますからあなかなかねえ受験自体が申し込みができなかったという方もいらっしゃるようにお聞きしておりますまあこれはね本当はもうあってはいけないことだと僕は思うんですが。 まあ致し方ないといえば致し方ないことなのかもしれないけどね、まあ、受験を希望される方々には、ねまあ、当然西尾さんの方も皆さんに受けていただきたいというのはあるんでしょうけどねまあ,あこういう状況ですからかなり受験者を絞ってしまったというところがありますがまあその中でもね、えー、幸いにというのか。 あ受験手続き取られた方々は、まあ、今回ね本試験の方を受けてきていただいたと、まあ、いうような状況になります。でまあ前回の6月がなかったことを勘案してもね、えー、今回の試験も相も変わらずというかあーまあ厳しい問題だなっていうのが率直な感想ではあるんです。 でそうねまあ今日の問題もまあここずっと2級の試験そうなんですけどね商業武器がい変わらず重いのですよね。まあ皆さん方もご回答いただいてお分かりになると思うんですが、まあ、仕分けの問題はね第1問仕分けの問題に関してはまあまあ基本に忠実な問題かなっていう気はする。 まあ基本的に第1問はあ説,問あ説問5つのうち3問は死守というのが基本のスタンスになるはずなので、まあ、その前提からすれば3問死守っていうのは十二分に、えー、実現可能な問題だと思うしまあ言い方かられ4つぐらいはあいけるかなっていうふうにも思うしね講師の欲目も含めて言わせてもらえればできれば今日の第1問はまあ満点ペース。 で取っていただきたかったなっていうのは率直な感想ではありますあのー、ちょっとまあじゃないとね第二問第三問がちょっとこれ多分かなり厳しいような気がするんだよねだからまあ満点とは言わないけども三つないし四つ,つぐらいは第一問で拾っていかないと厳しいかなっていう気がするしで今回の試験に関してもやっぱりあのー、ここのところの傾向を踏襲してるのかなという気はするけども ほぼほぼね工業簿記でまず満点ペースを保持していただかないとちょっと厳しいような気がするんだよね。まあ中にはねあのしっかりご対応いただいたという方もいらっしゃるとは思うんですがまあ一般論でいうとやはり第2問第3問がかなり厳しいような気が僕はするので、えー、そうなってくるとそうだねやっぱり工業簿記をしっかり点数を取るっていうことは必要かなっていう気はします。 まああのー、過去の本試験においても、まあ、やはり、えー、連結会計のちょっとね、うんまあ、言葉よくないけど状況を一したレベルの問題を正直出されているところもあるんで、まあ、その時なんかは僕もねちょっとかなり強めに、えー、批判をさせていただいたところもあるんですがまず今日の問題に関して言うとあの工業武器がね僕は基本的に両問だと思います。あのそれはもう事実は事実なんでね認めざるを得ないというかあそこはもう当然。 避難するようなものでもないので第4問の問題これはねやっぱりちょっと満点ペースででいいかななきゃいけないですよあの例えば今日お出しお出しというか出題されてる第4問の各秘目の判定などを行うにあたったってですねまあ素材であったりとかまあ部品まあいわゆるカエレ部品の話ですね。 こういう類のものが直接材料に該当するとか、まあ、燃料などはあいわゆる間接材料費に該当するとか、まあ、こういったもう本当にベーシックなあ各品目に関する理解がどれだけできてるかということを問う問題なのでこれはねやっぱちょっとちゃんと取らないとダメですねだからこれはもう相当簡単だと僕は思うよあの簡単っていう表現は違うかもしれないけどもこれは基本ですだから もうちょっとねここのところの試験本当に急難しいんであのー、何とも言えないところはあるけどまず今日の第4問に関しては満点取りきれるぐらいの前提で勉強しておかないとですねちょっと手が出ない。おそらく工業の問題どれととっってもちょっと厳しいと思い思ますよ、ね、だからまずこの第4問はまずちゃんと取りきれる状況は作らなきゃダメだよねっていうのは僕は率直に思ったし。 あの第5問なんかはねこれいい問題だと僕思いますこれは僕良問だと思います率直にだからあこういう問題はやっぱ対応できるようにしとかないといけないと思うねで第4問もいい問題だとまあ基本の問題だし第5問なんか CVP のまあ本当に基本なんでまあ与えられてるデータ知ってるデータですよね これをちゃんと直接原価計算様式の PL に組み直した上で適宜問題文を読みながらね必要なデータを導出しなきゃいけないっていうのは僕こういうのは両問だと思うんですだから前にもンタバラ前の動画をご覧いただいたことある方もいらっしゃると思うんですけど僕はあ以前の日照の問題をね相当非難しましたけどその時に僕はまあ工業簿記とか両問なんだっていう話をしましたけどこれ本当にいい問題ですよ。これはね妥当だと思う あの僕はこういう問題はちゃんとできるように準備をしとかなきゃいけないと思う。で、第5問に関して言うと、一番最後の方でね、まあ、全部原価計算を採用した場合と直接原価計算を採用した場合のまあ利益のそういう部分を答えてくれと。ね、まあ、いい正確に言えば、これ結局固定加工費に関する扱いだけでしょ。全部原価計算と直接原価計算のコストに関する取り扱いの違いで決定的に違いが出るのは固定加工費なわけですね。全部原価計算の世界では固定加工費もまた製造原価ですから。 当期投入分のうち結婚、まあのところ月末ないし期末のね仕掛かり品ないし製品に含まれる固定加工費は今年の費用として認識されないけどもえ直接原価計算の場合には固定加工費は当期発生額が満額当期費用になるわけです。そうすると全部原価計算におけるつか固定加工費の扱いとつか直接原価計算における固定加工費の扱いの相違というのが。 決定的にこの問題の違いであって言い方を変えれば直接原価計算と全部原価計算の製造原価に関する取り扱いの違いというのは過去の本試験においてもこれは出てるんですね具体的には全部原価計算に基づく PL 作成と直接原価計算に基づく PL 作成をやらせることで最終利益営業利益等の相違を確認するっていうのは2期比較とか3期比較とかそういう形式で過去においても出てる で今回はあ損益分岐点分析の知識を土台に据えながらあそういったね全部原価計算と直接原価計算のコストに関する取り扱いの違いを問うという話になってるんで僕はこの第五問はね率直に言って良問だと思います率直に言って。 だからこういう問題はやっぱり取れるようにしなきゃいけないと思うし最悪ねその全部原価計算の固定化保品に関する取り扱いとかで詰まってしまったとしても、まあ、具体的に回答項目でいうと丸六番あたりかな丸六番あたりの回答がもし詰まったとしてもそれ以外の丸一番から丸五番についてはまず取らなきゃいけないような気が僕はするし極区を埋めていただくアーとか E の部分はやっぱりこれは取っていかないといけないと思う。 率直にでやっぱりねだん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 日照検定試験、まあ、特に2級の問題っていうのは過去の試験にに比較しても非常に難易度が上がってますで上がってて問題の聞き方案も変わってきてるけどもまあ僕はねこの第5問みたいな問題に関しては何の抵抗もなくねやはり直接原価計算様式の PL にちゃんと組み合わしをしてね ですかあ基本的なあ損益分岐点分析の作業を終えるという状況をやっぱり作ることは必要だと思うので、まあ、そこはねぜひ皆さん方に、えー、できた方は相当自信を持っていただければ僕はいいと思うし、まあ、やっぱりちょっとこういったところでミスが出てしまったなという方はやはり立て直しが必要だと思いますよ。ね で別にこれはあ決して楽な問題ではありません。やっぱり損益分岐点分析で典型的な過去問っていうのはやっぱり PL が直接原価計算の PL が載ってたりするからやっぱそれが与えられてるだけでもかなり作業が楽になるわけだけどもそれがないっていうことでね、えー、皆さんがで自分で組み直しはしなきゃいけないって話ですからそういう意味でやっぱレベルは上がってます。レベルは上がってるけどもまあ決してこの第5問自体がダメということは僕はないと思うので工業簿記はね やっぱり僕は両門かなっていう気はするバランスは取れてるような気がするただやっぱりね今回もちょっと勝負なんだよなあの商業武器がねまあそもそも第三問の連結はああの先生も過去の公表なんかでお出しになってますけどねまあ取れるとこ取ってきなっていうふうにおっしゃってるぐらいですからまあそういう前提で考えればですねやはりあの問題資料で与えられている そうね、連結絡みでいうと資料3番の年度独自の修正に関する話、まあ、連結の名称でいうとこの成果連結に属する話ですけどこういったところだけでもしっかりと点数積んどっていただいてね積んでっていただいて、まあ、それに関連するものだけでもしっかり集計しといていただければ今回なんかはねあのーまあ、回答者が貸借対象しかないっていうところもあるんで結構点数積めるような気がするんですよ。だから あのー、ちょっとそれが僕,僕は個人的にはちょっと抵抗があってね結局、あのー、そうなっちゃうともうテクニックになっちゃうんで。 本当に連結の概要が理解できてるかどうかって別の話になっちゃうような気がするんでんだったらもう連結なんか出さなくったっていいんじゃないのかなって僕は個人的には思いますけどねな出すんだったらやっぱり PL も BS もちゃんと作らせるとかもっといや SS だってちゃんと入れるべきだと思いますけどもただまあそこは試験時間の兼合いがあるからなのかもしれないけどねうーんまあちょっとテクニカルになっちゃうような気がするけども そうだなただ今回ねちょっとやっぱ資料がね分かりづらいような気がするんだよね。あのそもそも乗っかってる資料自体がこれ試算用なんだけど P 社の側は決算整理前で S 社の側は決算整理後ってまあこれ親会社の側は決算整理が一部未採なんでそこの部分をやってくださいとでそこの部分をやってくれればそこだけで点数を上げるって多分意味なんだと思いますよ。だから あまあ決算整理事項としてね、えー、P 社の側の未処理事項、まあ、売り欠金の CR 換算買いがあったりねえ減、えー、価証券があったり貸し引きの設定があったり、えー、オペレーティングリースに関するリース料の繰いのべとかって話があったりするでしょだ多分これはねあの決算整理だけちゃんとできればそれに関連する項目を連結の対策対象に反映させれば点数上げるよって意味なんだと思いますよ。思いますけど結構これは。 まあ初見の段階の受験生にしてはちょっと読みづらいかな勇う気も僕するし更、まあ、に言っちゃうとねこれあのー、資本連結なんかに手を出し始めようと考えた時にまあ子会社1社の与えられてる試算表って 5TB だからね決算整理後の試算表ですからまあ、端的な話ですけどあの繰越利益上金なんかまだ当期準利益振り替え前なんでね だからしっかりと与えられている 5TB 子会社の 5TB データを使って、まあ、収益性データと費用性データの差額としてねうん利益を特定していただいて、まあ、それはあのー、子会社のね当期準利益になるしでそれ繰り越利益上限に加算するとかっていう手続きは取らなきゃいけないんでまあそういう意味でいうとやっぱりね資本連結の類に手を出していくとこれかなり面倒くさいっていうか。 おそらくく相当難しくなっちゃうだからあーもうこれは資本連結の類は極端な話もうやらない方のがいい。ね、でやらずにですねあの純粋に資料2番に乗っかってる親会社独自の決算整理をやってで資料3番に乗っかってる連結に関連する事項のねだから資料1番なんもう捨てですよこれ。開始連結、ね、開始分けの話ですからあのこんなんもうやんな方がいいですよ。ね、でやんないで まあそうその,のれんの焼却なんかも多分厳しいような気はするんで、まあ、やれればここはやっていただければいいんですけどおそこから後の部分に関して、まあ、具体的にはね4番あたりに乗っかってる密原利益調整とか、ねえー、5番目あたりに乗っかってる、まあ、土地今回売却損ですけどここら辺の補正とか債権債務調整とかあこれぐらいやったらもうとっとと終えちゃった方のがいいような気がしますね。 でこれはね正直言って僕は個人的にはかなり嫌な問題嫌な問題っていうか、うん、これ絶対テクニックに走った方のが有利なんでねあの一生懸命まともに問題解こうと思う人ほどバカを見るっていうのかなあ年度独自の修正等々だけやりゃいいじゃんってそれはどうなんですかねそれを問いたいんですかね まあちょっと僕は意味がわからないので、えー、そんなんだったら別に連結なんか出さないで普通に決算整理やらせる問題やらせたのは僕はよっぽどいいと思うんですけどねまあそれは僕みたいな低レベルな人間が考えるレベルですからあもっともっと偉い方々いろいろ思われるところもあるんでしょうけどねどうなのかねっていう気は正直しますねだからちょっとね 問題としてね何て言うのかな、うん、真面目に連結の問題として取り組んだ方はちょっとやっぱり報われないですね。で、ね、ただまあご公表なんかをね試験の先生がお出しになれてる公表を見てもいろいろとこ取ればいいじゃんって書いてんだからまあ連結ってそういうもんなんじゃないですかねえそれが果たして連結会計の理解につながるのかって言ったら僕は分かりません。ね僕は役立たないと思いますけどおただもうそういう問題なんだと思いますよ。 ね、だそこはもう割り切りでやってしまうしかないのかないう気がするんでちょっとかわいそうな気がするなあのー、普通のベーシックな連結問題を出した方のが別にこんな2年度なんか出す必要はねえと思うんでね1年度でいいんじゃないですかあと僕は思いますけどね まあでもそういったところはいろいろお考えがあるんでしょうからあ,ーあれですけどねちょっと連結はそういう割り切りが必要だったような気がしますねだからまあそうやって解けっておっしゃってるんでねえー、そういったところをまず拾っていきなさいっておっしゃってるわけですからそれをそのまんまね踏襲されたらそこそこ点数が取るただまあ今回多分親会社の独自の決算整理とかをやってね ねえそれに関連する話で、まあ、少し、ね、成果連結に属するような年度独自の修正だけやってでそこだけ、えー、集計やって回答詞書いていただければ、まあ、そこそこ点数取れるんだと思いますよ、ね、だからそこの部分に、ね、ちょっと期待を込めて問題回答手続きを行っていただいた方々はそれなりに、まあ、点数は多分つくんじゃないかなというふうに思いますですからまあそこにまず期待をするのと あとはやっぱり第2問だろうなちょっと第2問はねまあ見ていただいてお分かりになると思うんですけどかなり癖がありますねあのー、ちょっとこれもねうんどうなのかな多分ね まあここのとこ毎回こんな話ばっかりしてるんでもうねあの皆さん方ももう問題こういうのは慣れちゃったかなっていう気もするんですよね僕もあのいいことではないのかもしれないけどだんだん慣れてきてしまいましてですねあのー、やっぱね変な癖があるんですよね変な癖があのー、でっていうねちょっとよくわからない、えー、趣旨が わからな,いなまあ毎回毎回公表聞いたって分かんねんで、ね、うんはっていうような感じなんですけど <laughs> まあねあのー、ちょっとねこの有価証券はまずメーカーが相当数ありますでメーカーが相当数あるのとあとはまあ回答手順の過程において結構皆さんを悩ませるような形の資料が多かったんでうーん どうなのかな？まあ、でもほら本当にね。部分点狙いでやっていかないと結構厳しいような気がしますよね。だからまあ、典型的にはあの満期保有目的債権勘定とか、その他有価証券勘定があるじゃないですか。で、そこら辺の期中の変動だよね。増えました。減りました。あるでしょ。そこら辺をもうパートパートで拾っていくぐらいしか多分できないような気が僕は個人的にしますね。だから。 変ににここではまらなないいよううしないとダメだろうねで基本的な回答戦術としては、まあ、一番オーソドックスにはやっぱり資料2番載ってる取引を時系列に追ってくっていうところになるんだろうけどもただこれ純粋に時系列に追えばいいかってそういうことでもないので基本はやっぱりーー別になると思うんですよで特に日給の受験生さんこういうねいろんな銘柄がどちゃっと載ってきてなおかつ年間通じての取引過程なども考慮しなきゃいけないっていう問題は慣れてないので。 ちょっとこれはやっぱり銘柄別に攻めていくような形で問題回答をしていかないと現実的には結構厳しくなっちゃう。であのもう回答戦術としてはもうどっちかに割り切る感じでしょうね。ある程度、まあ、問いの2番なんかそうですけど有価証券利息と投資有価証券売却損益答えましょう。こういう話もそうだしねえ。 えー、こういう問題になってくるとまあ個別の有価証券の中でそういった動きがあるものをピックアップして問題を解いていくっていうスタンスになると思うしねだからこういったものも考慮してなおかつ有価証券勘定なんかの基調もねそこら辺前提で点数を取るっていう前提でいくとまあ動きのある有価証券にスポット当てて個別銘柄ごとに攻めていくような感じになると思うしね。 でそうじゃなくて全体的にやっていこうとなるんだったら、まあ、時系列を持ってっていただいてもいいと思うんだけど最初にそこを決めなきゃいけないんですよ。でどっちをやったとしたってですねやっぱちょっとそれなりに時間かかっちゃう。ね。それなりに時間がかかってしまうのでちょっとこれはシビアかなっていう気はする。で例えばまあ満期保有目的債権も今回2名柄あるんだよね。で2名柄あってねまあ登記中に取得したものなんかは別にいいと思うんですよ。 記中に取得したものはまあね普通にやっていただければいいのかなとは思うけどちょっとこのなんだっけ E 社の債権ね E 社の債権前期末の段階で取得してるんですねでこんなのはねどうあの いやま、結局のところこんなのは前期 2000×1 年3月31日取得ですっつってるから、ま、結局のところ前期末の段階での焼却原価はおそらくこれやらない前提なんですよ。ね、やらない前提で回答するから、まあ、前期区力はそのまま取得原価の490万。っていうのも、まあ、おそらくね あの消却原価も適用すれば有価証券利息とかも立つんでまあそこの部分についてね、えー、利息の計算は基本的にまあ初日は不算入だからあ初年度の部分は有価証券利息は認識しなくてもいいってそういう理屈なんだと思うんですけどただねこれ普通に2期の受験生さんから考えりゃ前期末の段階で取得してるところは前期末で1回消却原価考えなきゃいけねえんじゃねえのって普通は考えますからね。うんーこれは何なんだろうか 別にやんないんだったら 2000×1 年の4月1日でよくないかっていうねまあちっちゃい話かもしんないけど受験生にとっちはちっちゃくないんですねそういう話はああこんなところで惑わすことに何の意味があるのかっていうねいやおそらくそういう交渉なあお考えがあってやってんだろうけどもそんなのって2級で問わなきゃいけない話なんですかねって僕思うんですよ。 仕事入って絶対必要なんですかね実務だ実務だとおっしゃる割にはこれが必要なんですかっていうのは今回も悪いけど思うな。でだったら別に基中取得の満期お有物債券でね取得日をもっとずらしてですよ。あすリスク調整とかの計算させた方がよっぽど良くないですか ?2 級の範囲として。僕はそう思いますけどね。あのー、そういうことは問わないんだね。 えー、そういうことは問わないんだけどこれトンチンチカな、ね、うーんまあななんでこういうことをするのかなっていうのはねまあまあ思うんですよ、ねまあ、それはもう作文者のいろんなコンセプトがおありになるんだろうからあのこのあとご好評でね、えー、そういった部分についてのお考えも。 おそらく出してくださるんだと思いますけどねちょっとこれなんかやっぱ意地が悪いなっていう気が僕はしますねうーんましてやこういったところをもし聞きたいんだったらですねあのー、前期末の段階でそういう手続きは不要ですって書いたっていいんじゃないかねと僕は思いますよねだっていいじゃん試験を通じて知識を得たって別にねそれがダメなんですかね 破数利息の扱いは問わないけど債権、ね、なんて言ったらみんな一生懸命破数利息の準備してると思うんだけどねそれは問わねえんだ、ね、えうーんまあ所詮僕のレベルですからわかりませんけどなちょっとそういったところは聞いてあげてほしかったなっていう気はしますねせっかく誘拐所見で聞くんだからねえうーんまあ そこはちょっとどうにかしてあげてほしかったなっていう気は率直にするね。ねえもう一銘柄の方はねまあ基中取得した F 社の債権だっけ、えー、ございますけどなまあこちらに関しましては消却玄側の敵をねちゃんとあの基、ー、中ですから月き割り考慮しなきゃいけないよっていうところがあったりするんでうーんまあそこはちょっと注意しなきゃいけないんだけどなおかつこれあの内部なんでね。 あのー、焼却原価法って取得原価を額面金額に一致させるための手続きなのでえ今回ってほら額面金額400万円の債権を406万で買ってるでしょで406万で買ってるよって話なんだけど。 うーんまあこれね端的に言うと消却原稿をやることによって徐々に徐々に400万に近づけなきゃいけないんですねだ値段を下げていきましょうっていう話ですからあまあ借り方側に有価証券利息やって貸し方満期保有用持つ債権いつものおいわゆる割引発行っていうんですけどね、えー、皆さん方今回の E 社の債権なんかそうだけどね 額面500万よりも低い価格で買ってるでしょで、低い価格で買ってるから、まあ、差額の10万円を徐々に徐々に僕家に加算することによって、額面金額に近づけていくっていうパターンだけど、これを逆やるんですよ。ね。で、これをやる場合っていうのは、まあ、一般的に、ですか、信用度なんか低い会社がまあ比較的多かったりはするんですが、高すぎる厄上の利回り。まあ、今回契約で定めた利回りが0.4%。これが要は高すぎるんですよ。世間の利回りも高いと。ね。 だからその金利調整を目的に最初に余計に金をもらってるっていう位置づけなんですね。で最初に余計に金をもらってるからそれをまあ徐々に減額していくことによってですかあ最終的に額面金額の400万に移させるって話なんだけど。 まあ、とは言ったって、これ高すぎるっつったって、まあ、だったらもっと他の数字と明確にね、利回り変えりゃいいのになって思うんですけど、ね、まだまだそっちの方が、あー自然かなとは思うんだけどまあそこはね、えー、数字の話はどうでもいいっちゃどうでもいいのかもしんないけど、まあでも、このね、 値段を下げていくパターンというのはなかなかねやっぱり普段見ていただいてるパターンではないので少しやっぱ2級の受験生さんにとっては対応の仕方に苦慮されてしまう,ういうところはあったんじゃないかないうふうに思うんでそう考えるとやっぱりちょっと有価証券利息を拾うっていうのも現実的にはかなり厳しいと思うんですよまあ確かにねこういった部分も焼却減価法一つの考え方としてはありえる話ではあるわけです、ね、ありえる話ではあるけども これもね僕は正直言って2級で出すような話ではないような気がするけどねまあ別にいいんですよ出したって範囲に入ってるからいいけどこういうことを2級で問う必要があんのかねだって内部発行ってそもそも日本の国内ではそんなに案件はないので、まあ、全然ないわけじゃないでしょうけどまして非常上銘柄前提ですからね、えー、そういったところはまあちゃんと考えておられるんでしょうが まあ一般的にねそんなに目にする機会のあるものでもないものをわざわざ出すことが必要なのかなっていう気はするけどねだったらもうちょっと薬匠の利回りを高めに設定するとかねえそれぐらいうだっら他のものとの比較もできるわけだからでしょあー僕はそこはちょっと配慮してあげてもよかったような気はするけどねうーんでもちょっと第二問厳しいな第二問がね やっっぱちょっと有価証券勘定を満期にしてもそうだしその他にしてもそうなんだけどうーん期中の動きの部分でパートパートで点数を拾うのと、まあ、あとは問いの2番の有価証券売却損益ぐらいかねどうしたって有価証券利息に関してはあの焼却減価法のねその内部前提の F 社ね F 社の債券についての消却減価法も全部合わせない点数くれないんで。 うーんそうするとこれ結構厳しいなーっていう気がするでまずね根本的にまずこれ時間かかるんですよ最初に申し上げた通りあのこの手の問題って時慣れが必要なのでまあそうだなーこうやってドちャっと資料出てきてそれを個別に集計してっていう形で作業していくのが基本になると思うからこれはねかなり集計テクニックが必要な問題なので 2級の受験生さんが限られた事件の中でこれをやれるかねっていう気は僕は個人的にします。ねえしますけどねうーんもう皆さんがその問題を解いていただく時に個々の論点に切り替えができたかどうかじゃないですかね。まあそうなっちゃうとやっぱりこれもテクニックなんだよなっていう気がするんだよな。 テククニックを問うのかなあまあ当然知識に基づく解答テクニックだったらいいんだけど初めから割り切ってねパートパートで解くっていうふうに切り替えないとできないよっていうのはちょっと僕は違うような気がするなうんどうなんだろうまあ僕の感覚でしかないからまあ皆さんがねちゃんとこの問題解けてればまあ僕の気流に過ぎなければ全然構わないんだけど。 一般論でいうとこれドジャっと劇なり問題見せられてですねさっきの話じゃないけど E 社の債権だってビーマーな日付になってるしねいろんなこと考えちゃうんじゃないですかこれでまあその他有価証券に至ってはまあ数が多いでしょう何したってねでなおかつよまあ一銘柄あの非常上銘柄あんだよねでこれが意外と肝でね 当期のまあそうだな自家評価の作業なんか入るときに意外とこれねえ自評価には関係ねえけど最終的にその他有価職の時期繰り越しとかちゃんと算定するときには考慮しなきゃいけなかったりするからそれが怖いな結構これハマるような気がすんだよなだからねちょっと何にしたってねもっちゃり出しすぎなんですよああもうちょっと ちょっとシンプルでもよかったような気がするけどね僕はねえ変な変な日付のデータなんか載せない方の方がいいよこれいい者の債権とかまあ本当に皆さんができてれば僕は全然いいんですけどちょっと僕相当これ気になるんだよね多分考える人考えるんじゃないかなと思ってでもこれ最初にそこでもうつまずいちゃったらねえまあ満期お芋債権の基地中の取得とかっていう部分は別にしてよ 満期の絡みとか有価証券利息もう合わないからねこれでしょそれどうなんだろうなっていう気がするけどなまあそれが2級の領域だって言われりゃそれまでなのかもしんないけどうーんちょっと違うような気がすんだよなもうちょっと配慮してほしかったなでこれはもう今日はね2問3問ですよ おなんで大五門とかあってね本当にいい問題をお作りになられてるのになんでこうやって商業簿記やリー品な問題を作るのかねっていうまあ変築品なっつったら失礼ですけど第悟問みたいに普通に内容を問うようなねこれいい問題なんだけどな本当にこういう問題にすればいいのにね別にこんなに当たらめたら数を増やすことに意味があんのかなっていう気がするのとあとね僕すっごい思ったのがこの問題見てて。 12月からネット試験始めるよね。これネット試験で出すのかねこれ。まあ同じ試験なんだから出すんだろうね。まあそりゃそうだよね。だって2かか集合試験でこれやってんだからねまあこういうレベルのものは当然有価証券出さざるを得ないけどこれネット大変だよ、あのー、普通に考えて。 まあこれ問題用紙があってそこまたデータ集計ができるからまだそれでも手を動かしやすいけど画面でやるんでしょう純粋に集計を計算用紙にやるんでしょうすげえ大変ですよこれ。いやいや紙とネットは違うからって2級だからね普通に考えればそんな話は通らないわなあーそうすんとこれ出せんのがね いやいやいやどうなのって僕そっちをちょっとまあ解きながら思ったんだけどねいや試験時間も全然あっちの方のが短いしうんそりゃそこの部分は違うんですって言ったってそんな話は世の中の人には通らないですよお出さないとこれねでも出したらネットなんかもっと時に聞いですよこれ大変ですよこれね,ねでしょ全部だって いや問題用紙が紙があるってこれ集計しやすいですからまだその分なかったらこれどうすんのこれそういうことを考えてるんですかねいや紙とネットは違いますそれ世の中の人通りますわかんねえなあまあまあ僕は勝手に思ってるだけだからあれだけどそれは通らないわどう考えたって 常識的に、ね、うーんでもこんなのネットで出したら解けないですよ時間かかっちゃって終わんないですよ連結だってどうするんですかこれまあ僕は作文者じゃないんで試験の実施者でもないんで知らんけどうん まあどうななのかなだから皆さんが全然ハマらずにねあのパートパートで絞って問題解けてればいいかなっていう風に思うけど僕ね別に第二問の論点全部がダメななんて全く思ってないんですよ全く思ってないあのその他有価証券なんか僕いいと思いますよ全然全然いいと思いますちょっと数多いけどねもう少し絞ってもらってもいいような気はするけど ちょっとこれ満期はね何にしたってちょっと意地悪だと思うんだよなあのー、さっきの話に重複するけどなんでこれ発送リスク出さないのねえ出しゃいいじゃんみんなやってんだからねえでもそういうことは出さないんだねうんその代わりこういうね取得日とかをトンチンカンな日付にしてねあのー、やってる人ほど考えさせるんじゃねえすか ああいやいやそんなのは常識ですよって言われればそれまでですけどそういうことじゃないんだよね、えー、みんなやっぱり過去の問題の傾向なんかを前提にしっかり受験準備って進めてるんですよね、えー、世の中実務がどうたらこうたらとかってそういう話じゃないんだね えー、だからちゃんとねそういったことは考えて問題作ってあげないとね僕はいかんと思いますけどねだから別に満期なんかこんなとんちんかんなことしなくったっていいじゃん別に僕は F 社の社債はまだいいと思いますよ内ちばはねそれはいいと思いますよただ E 社の債権はちょっとしつこくて悪いけど一首をこんなとんちんかんな前期末日なんかにすることなくないですかねえ悩むってどうでもいいことで ねえまあこの日付にどうしてもしたいんだったら書いときゃいいじゃん満期保有物債権どころの前期繰り越しとかやんないんだよ前期末はわってねえねえその上で融資者だったら融資者をさあのー、もっと異なる日付にしてさ売買に関する波数利息とか問えばいいじゃないまあ経過利息については考慮しなくていいとかって言ってのはそういうことなんでしょねえなんかね配慮の仕方がずれてんだよなって僕は思うんだよな で僕は言ってたんだけどまあでもねこれはねうちの2級チームも相当言ってましたよまあ別に人のせいにするつもりはないけどまあ普通思うわなこれまあでもそれでもまあ結構ねまあ僕らもそうだけど皆さん方2級の受験生さんももう免疫がある程度できてきちゃってねあのー、ねえまあこういう問題はあるからさねえ パートパート絞って部分点拾おうっていう風に切り替えができてればある程度拾ってもらえるのかなだから本当に僕がね既有で済めば全然いいんですよいやあのもうもうだって計算無理したてやったて悩むからもうこれでやっちゃいましたって意外とねそういう風に思ってくださる方が多ければあ半分とかね3分の1でもいいから部分点拾いで拾いこうとまあ満期はちょっとめんどくさいんでね えー、その他有価証券に的絞ろうとか、まあ、やってくださってれば僕は全然それでよかったかなっていう気はするんですが、まあ、それがねみんながみんなそういうふうにやれんのかなっていう,いう気が僕すごくするんでそれが心配なんだよねやっぱり二級の受験生さんっていうのはそういう受験テクニックを身につけるための勉強ツールやっぱり個々の論点をしっかり理解するように勉強してくださいってどこだって言うと思うしね。 ねえ僕らもそういう前提でお話してるしまた皆さん方もそういう前提で勉強を進めていただいてると思うのでそうなるとやっぱりドちャッて出てるものには対応しようとすると思うんだよね。うーん真面目に問題に取り組むことがあだになるような問題っていうのをやっぱ2級で出していいのかなって僕は思うんだよな。だから ちょっっとやっぱ商業武器が僕すごい気にななるんだよな第2問第3問がすごい気になるんですよ出し方が。なんで第5問みたいにこういうね両問をお出しくださらないのかなっていう風に思うんだよなうーん同じようなスタンスの問題になると思うんだけどな第2問とかだってそうすればみんなやりますよ。あの本当にみんな一生懸命やってますんでね。 波数利息だって何だってまあ同じ話ばっかりして悪いけどこういうのは出してあげりゃいいのになあ、ね、気の使い方が違うんだよな僕はね「波数利息とかの計算が全然できません」とかっていう人まで受からせろなんて全く思わないですよ全然それはもうだってちゃんと真面目に努力してる人が報われないからね二級の伝統論点でもあるしまあ校舎イ売買であるけ利息の調整ってのはやっぱり知っておくべき知識じゃない でその手続き論なんてまさにね有価証券利息を使って調整するってまさにこれは会計の話ですよそうでしょそういったところ出せばいいのにねなんで出さねえかねなんか気持ち悪いな <laughs> 本当になんかすっきりしない毎,毎回毎回まあだ本当にね皆さん方がハマんないで部分点狙いに切り替えていただいたことだけを僕はね祈る こことしかでできないですよこれそこだよなーうーんもうちょっと配慮は欲しかったなだからもうね今日は第2問第3問よ本当にまあ今日はっていつもですけど何も第二問第3問がまあ相変わらずのとんちん感なんでーまあそんなこと言うと失礼かもしれないけどまあ失礼な生まれつきですからそこはご容赦いただきたいんですがあーもうちょっと もうちょっとどうにかなんないのかないやほんとこれネット試験に出せるかいでも出さなきゃダメだよね別の資格になるんでしたっけ <laughs> そうじゃないよね日照簿記2級だよねネットになろうが紙だろうが同じでしょどうすんのこれねえ まあ、今日一生懸命試験受けてくれた人にとってはねもうネット試験なん関係ないですからね今日が大事なんであちょっともうちょっと配慮が欲しかったしここれこの,後どうすんのいや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 同等レベルのもの出すんでしょこれ大変だよ画面でやるんじゃまさかまさかこれをいきなり ね大幅に量を減らしたような問題しないでしょたかだか30分変わるだけでそんなに量減らせないやんねどう考えたってこれ大変だわうーんまあちょっと本当に皆さん方がねドはまりせずに誰にもはもう本当と的絞った方がいいねあの銘柄をある程度的絞ってやんないと こんなな解けないですよ終わんないねえもう連結も僕は嫌だけどそういうことはやってほしくはないけども受験戦術上はもうパートパートでやるしかないですよだからもう結論から言うと資本連結なんかやんなほうがいいくらいできないこんなの終わんない時間的にだって S 社は 5TB だけど P 何 P 社は全 TB だとかっつって言ってんでしょ で資本連結手続きはまあ A 社だけ計算整理誤算表になってんからまあそこは少し楽にしてありますよっつったってですよそのまま繰り越し利益条件使えるわけじゃないんですからああ資本連結をやんないっていう判断をした人が第3問は勝ちだよねもう勝ちだよこれまあ果たしてそれが連結の知識を問うことになるのかね 不思議だなあ。僕は理解できないけど、まあそう解くしかないだって、じゃないと終わんないもん、これ。絶対無理よ。第2問でこんだけ量があってですよ。で、なおかつ、第3問の資料がこんだけ厚くってね。で、ね、BS しか書いてるしないしよ。PL とか書けないんでしょ。おったらもう、やるとこある程度、絞んなきゃだめや。こうでしょ。ね だそうするとその見極めをつけて解けたもん勝ちみたいな話になるから全体的に連結の問題を解こうっていうふうに準備してる子はこれ報われないわ。ねいやいやそれができるんだったらやるところへ絞れんじゃんっていう話なのかなそういうことなのかなわかんねえなまあ分かんかんない僕にはわかんないあん全然わかんない。まあ 何を聞いたってまあ僕はこの問題を見てよしとはしないですけどねまあ僕が何言ったって意味ないですけどそれそれなのわかんねえな本当にまあでも皆さんがねあ,もうある程度これはもう免疫もできてるかもしれないのでうんそれにもう期待するしかないよ本当に半分半分そうだな2問3問で半分半分10点10点 それでよしっていう前提で問題選んで解いていかないとこれできないわ終わんないまあ第4問は時間そんなかかんないと思うけど第5問は結構ねじっくりや,やっぱり解き込むと思うんだよねそうするとそれなりに時間かかっちゃいますこれ、えー、その前提で言うともう第2問第3問全般的に解くなんていうのはもうできないですからもう的絞って半分狙いでやる。 ことしかかできなないいんじゃないかねそうすんでやっぱりうーん70点っていうラインはギリギリなんで僕ねこれがまあ僕の思い過ごし皆さん方がだからそれを上回るぐらいやっぱり問題点数を取ってくれることを期待しながら言いますけど多分今回の豪華率低いですよ。おそらく低いと思うまあ いいようななことはないとは思いますただ最悪感じるのは下手すんとこれ14とか15とかなっちゃう可能性もあるかなっていう気が僕は最悪するなぜならばまともに2問目3問目に挑もうというふうにお考えの方まあ一般的に受験生さんの感覚としてですね第3問の連結が相当程度作業量が多いとかっていうところになるともうどうしても部分点狙いっていう選択肢になっちゃうと思うんだよね。 そうなった時に第2問も同じように部分点狙いっていうスタンスでいけますかって言った時に総配点で40点蹴るわけですからねてこれはは受験生にとっては勇気いりますよやっぱり連結会計がじゃあ半分狙いですねって話になれば第2問はちゃっかしっかりと点数拾っていこうとかって思うのは普通だからねそれこそ受験テクニックとしたって。 どううなんだろうかねえちょっとねえうーん少しまあかわいそうな気がするなという気が僕はするよ別に全人ぶるつもりなんか毛頭ない僕はもう根本が全人ではないのでうーんだからさっきの話じゃないけど「発数る利息なん何だろう」っていうね本来やるべきところをちゃんと出していただいてそれができない人まで受からせるなん僕全く思わない。 や、えー、やるべきことをやらない人まで浮か,れそうなのか全く思いません全く思わないけどやるべき人がやるべきことをやった人まで混乱させないかっていう気は正直思いますしんさっきの話じゃないけどこれ本当にネットで出すのかねあのー、同じ試験なんですから同じレベルのことやらなきゃダメでしょこれ紙なかったら大変だよできるこれ それをねネットに変わって試験時間も変わってるから「いやいいんです」って「はあそうですか」ってなるかいこれ。わ <laughs> 分かんないけど僕ならなんないね。まあちょっとこれ12月から始まるネット試験はどうなんのかなこれ大変だわ。紙ないとだって。 間違いなく紙があることによって集計のアシストってしやすいからね。画面でしょ画面に書いちゃうえのかこれ。<laughs> 画面に書いたってしょうがねえもんね。うん。ましてや人様のもんだから勝手に書いたら怒られんだろうしね。うん。どうなんだこれ。ちょっとまあ何とも言えないな。な本当にもう願わくばっていうかね皆さん方がそういうふうにスタンスを切り替えてくださることを。 まあ、期待するしかなないよなで今回皆さんがそういうふうにやってくれたことをうーん期待するしかないんだよなでもね僕はね今日の「第モ問」みたいな問題おそらく連結はある程度部分点狙いというふうに切り替えしてくださった方多いと思うんだけど「第モ問」みたいな問題にね心身取り組んでくださった方々は僕は高く評価します。あのー、それは 決しして悪いいことじゃないし本来の受験生さん2級の受験生さんが取るべきやっぱりスタンスだと思うんでそれを僕はあ全く否定するつもりりはありません,うんだから結果としてそれによってね時間が大きく食ってしまって、まあ、本来は第5問とかにできたものが回せた時間が回せなくなっちゃったっていう方も中にはいらっしゃると思うんでそこはねちょっと受験生さんのせいっていう気は僕は個人的にはしないな。 いうふううふに思うよまあそこをね本当に皆さんがあ自分の中でした選択をつけていただいてやっていただけたかどうかに尽きるような気がするまあ根がばくば繰り返して悪いけど今日の第五問なんか僕いい問題だなって僕先に公募から見たんだねもういい問題だなって偉そうだけど思ったんだけどなちょっとやっぱり兄さんがダメだなバランスがあんまりよろしくないような気がするんだよな。 こういうい問題がねえこんなのね僕工業簿記先に解いた時にね今日の5問目はいい問題なんですよっと本当に思う僕はあだからこういう問題はちゃんと見直しした方がいいよって話そうかなと思ってたんだけどもう2問目とか3問目やり始めたらもうそんな気もずれちゃったね <laughs> あのいや本当それくらいですよ、まあ、正直言って、うん、ちょっとイラッとした。 ね、えー、でもやっぱり人間と怖いもんで少し慣れてくるんでねまあまだかっていう感じだけどうーんまあでも皆さんがねそういう視点で問題をある程度見極めてっていうのかなパートパートで拾うっていうふうに切り替えをしていただいたことをもう願うしかないです。うーんちょっと と大変だなまあもともと最近の2級っていうのはずっと商業武器が重いので工業武器で勝負をかけてくださいねっていうのはまあ皆さんももうお分かりのことだったと思うんだけどもうーんとは言ったってねまあそれがうまいこと回るかどうかっていうのはまた違う次元の話なんでねちょっとまあ今回も大変かなっていう気はしますおそらくおそらく今回も率はそんなに高くありませんまあそれはもう試着仕方がないよう、ね、な気がする ね、うーんだからまあ工業簿記なんかはああ本当に良問だとは思うけどもちょっとそこら辺はね商業簿記をある程度見極めをつけてやってくださいということしかないのかなただもうちょっとやっぱり配慮してほしいなあと思いますよまあでも皆さんがね まあ今ねとりあえずこれ撮ってる段階ではまだそんなに皆さん方の反応が僕のところには上がってきてないんで、まあ、もしかしたらね多くの方々は撮っていただいてるのかな、ね、僕の機運で住んでれば全然いいんですが、ね、僕が思う以上に皆さん方がね、えー、問題対応を図ることができてればもうそれに越したことはないんですよ。 うん、こうしたことはないんだけどもうーんまあそれを願うしかないね僕の言ってることがただのね、えー、心配性のおじさんがあ必要以上に心配して言ってんだけだね。みんなそれ以上やっとるわということになってくれるのをね期待するしかないですようんただまあちょっとやっぱりねあのこういう傾向は続くと思うので、えー、少なくとも神の試験に関してはね まあちょっとそこら辺をね見極めしていただけるかどうかっていうところに尽きるんじゃないかなという気がしますうんまあでもあの決してね今日の第2問とかにこだわって問題を解いてしまったそれが結果として受験戦術上は失敗だったということがあってもですねこういったことをしっかりと一つ一つ潰すってことは2級の受験、まあ、2級の受験運んというよりも2級の知識を習得するという意味では大事なんですねだから決して まあ試験の試験、受験上の戦術としては望ましくなかったかもしれないけど、学習スタンスとしてはそういうふうにね、問題に挑んでいただいた方々っていうのは、決して間違ったことをやってるわけでは僕はないと思うので、うんぜひね、えー、そういったところはやっぱり大事にし,しながら、そういうスタンスを大事にしながら、まあ、できれば勉強っていうのはやっぱり続けていただきたいな、ああいうふうに思います。で、今回も私どもレックの方で、解答速報ということで、まあ予想配点 をつけたものを入れさせていただいておりますがこれあの毎度のご案内になりますけども配点はあくまでも予想です、えー、西尾さんの方で、えー、採点上を用いられる配点箇所はあ公表されておられないので、えー、これはもう僕らが問題の傾向を分析して、えー、おそらくこうだろうということを予想として出しましたあですから自己採点される時にはね一つの参考としてご活用いただきたいんですが あの決してこれによってすべてが決まるわけではありませんのでそこはねあの勘違いされるようにしていただいて、えー、確定的な結果というのはあ本試験の採,採点結果の通知が来るまでは分かりませんので、えー、まあそれまではね、えー、うまくいった方もそうじゃない方もやっぱり一定の力を維持するように、えー、準備というのはしていただいた方がいいと思うので。 ねまあ、最悪、最悪ね、えー、今回の試験で残念な結果になったとしてもですよ、ね、12月からそのネットの試験が動くんだろうし、えー、年明け2月にはまた紙ベースの試験もあるわけですから、ねえー、そういったところに向けて、ね、まあ明日からやれとは言いません、もうね、今、皆さん方、もうお疲れだと思うし。ね 6月に特に悔しい思い受けられなくて悔しい思いをされた方がまさに満を持してこの11月の試験に挑んでいただいたと思うのであのー、皆さんも相当お疲れだと思うんだよねで特に最近は急に寒くなってきたりもするんでまあかなりねあの無理して勉強されてるところもあると思うから試験が終わるとやっぱね気が抜けるんでね あのそうすると病気になりやすくなったりもするからさ、体調崩したりもするんでね、ちょっとまあしばらくは、あ2、3日はゆっくりしていただければいいと思うんだけど、<え>まあその後に、えー、少し血管が出るまではね、えー、やっぱ何もしないと時間力と落ちちゃうから、あ今日の、まあ、工業武器の問題なんか僕いい問題だと思いますから、こういったところはやっぱりね、ミスがあった方はやっぱり見直しをしといた方がいいと思うし、第二問なんかは、 あまあその他有価消券の部分なんかは決して悪いも論点ではないと思うのでそういったところをしっかり見直しをしておくとさあそれはねやっていただければと思いますんでまあ何してもでもちょっとすっきりねえー、しないなっていうところが残る問題かなっていう気はしますうんもうちょっとどうにかならんのかなっていう気はするけどね まあでも皆さん方がね、えー、しっかり対応していただいてることだけを希望する次第でございますねまあ,あ何にしてもねとりあえず今回試験を受けることはできたので、えー、またね、えー、その先ないしは次いうところも考えながらあー過ごしていただくとねよろしいんじゃないかなというふうに思いますはいえー まあ以前もね私は散々バラ連結の問題でしたあー悪口を言いまくりましたでその時はね工業簿記がやっぱりもう、うん、えらい難しかったんでこれ取るとこねえじゃんっていう問題だったんであれだったんですけど今回は工業簿記の部分はね決して悪い問題ではないそういったことを考えるとやっぱり二問三問の対応ですねこれをうまく皆さん方が回していただいてる ことを希望するしかないけどもまあ一般的に言うとやっぱりそれはテクニックになってしまうので僕は個人的な反感想としてはそういうテクニカルな要素を強めるようなことはしないでいただきたいなというのは率直に思います2級なんでね、えー、しっかり基本的に勉強したことを問うような問題にしてほしかったなという気は正直僕の中ではあるであるけどもまあ試験ですから。 結果としてね、作文者の方々のご判断によるところが大きいので、えー、今回はそういう状況と、まあ、いうお話でございます。まあとはね、えー、一応、うちも皆さん方をまあ最大限支援できればというところで、あのまた今月の末に小学生試験をやります。えー、次以降のご学習をいただくにあたってね、えー、学費の面なんかで親、えー、皆さん方をご支援できればということで、まあ、小学生試験やりますんで。 まあ2級を受験いただいた方は2級の試験を受けていただくとまあ上位であったりとかいうところで使えるね得点が使えるというものでございますんで詳細は私どものホームページの方でもご案内させていただいておりますがまあなかなかね今回の試験でうまい結果が出なかった方はこういったものに挑もうという気持ちにもなかなかなれないかなというふうに思うけどねまあ何にしたってちょっとあんまり うんあんまりどうかなあんまり僕は今日の試験がいい問題だったとは僕は思いません商業簿記に関してはでもそれは僕の主観ですから誰が何ちゅったって関係ないんでうーん僕はあんまりいい問題だとは思わない、ね、だからまあでもね、えー、本当にそういう債権の基本的な処理とかそういったことをしっかり勉強していただいたことは決して無駄にはなりませんよ皆さんねえ えー、あとはもう本当に皆さん方がねうまいこと対応できてるということだけを祈るしかないけどねまあとりあえず今回のね、えー、私どもの予想拝点等々、まあ、一つ参考にしていただきながらですねご確認をだければと。 いいうふううふに思う次第でございますはい。というところでございまして、ちょっと長くなっちゃったけどね、えー、とりあえずこれが、あ現時点における、私どもの2級の解答速報ということでございますんで、えー、お話の方をさせていただいた次第でございます。皆さん、長い時間にわたってね、お付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。まあ、何にしても今、本当にこれから急に疲れが出てくると思うので、あの寒くもなってるからね、まずはもう本当にご自分のお体力の回復、ね、疲労のお回復というところをね、ちょっと意識して、 もう本当に産地はゆっくりしてくださいよ、ねえーまあ。とは言ったって仕事があったり学校があったりでなかなかね、えー、休むということも難しいかもしれないけども本当にもう試験終わった後って気が抜けますから、あのー、体調崩れる方多いんでね、まあ、今こういう時期でもあるんで体調崩れるとねインフルなんかも流行り始めてるんで、ねえー、皆さん大変ですから、ねえー、ぜひそういったところおご自分の体をいたわるということをねまず意識をしていただいて、ね、その後に 次どうするかということをね前向きにご検討いただければと思います以上で今回の本試験に関する回答速報は終了となります皆さんお疲れ様でございました